カズサ DNA 研究所の磯部です。本日は植物ゲノムポータルサイトプラントガーデンの使い方ということでご紹介いたします。このプラントガーデンなんですが、現在は、カズサ DNA 研究所と東京大学、そして筑波大学と共同で開発をしています。まず最初に、プラントガーデンについて、ご紹介します。で、プラントガーデンは、NBDC の統合化推進プログラムで開発をしております。で、実はこの開発平成29年度から開始をしているんですが、その前段にですね、平成23年度から28年度は、私ども PGDBJ というデータベースを開発しておりました。で、この PGDBJ では主に植物の DNA マーカーやオルソログ情報を格納していたんですけれども、時代が NGS の時代になりまして、やはりですね、ゲノム情報や遺伝子情報をより検索したいという需要が出てきたことから、データベースの構造を変える必要も生じましたので、プラントガーデンという新しいデータベースの開発を取り組んだわけです。で、ここではゲノムや遺伝子配列情報も格納しているんですが、PGDBJ から引き継いだ、マーカー情報等も、格納しております。また現在はまだ開発中なんですけれども、遺伝子配列の類似性についても、情報を表示していきたいというふうに、考えております。で、プラントガーデンなんですが、こちらは PGDBJ がですね、なかなか、アルファベットだけだと覚えていただきにくかったということもありまして、覚えやすさも意識して、命名しました。ガーデンのところはここにあるように、ちょっとある意味こじつけ的な部分もあるんですが、この愛称で、皆さんぜひ覚えていただければというふうに思っております。で、ベータ版の公開を2019年の3月に行いまして、そこから皆さんにもいろいろ触っていただきながら、使い勝手の向上を検討いたしまして、2020年今年の7月に正規版の公開を行いました。で、現在このように日本語版と英語版を公開しております。で、まずプラントガーデンのトップページを見ていただくと、このような構成になりまして、このプラントガーデンを開発する中においてですね、どこから探していけば自分の欲しい情報が見つかるのかっていう、行うべきアクションができるだけ分かりやすい項目で表示していこうということで、何々で探すということを中心に4つのメニューを主に設置しています。で、もしかしたら非常にご専門の方にはこういう簡単な言葉で書かれると物足りない部分あるかもしれないんですが、専門家の皆様だけではなくてですね、普段ゲノムや遺伝子を触っていなくてもそういった情報が欲しいという、育種をやっていらっしゃる皆さんや、さらには学生さん、教育関係にも使っていただきたいということもありまして、ここではできるだけ平易な分かりやすい言葉で、表現するように、心がけています。で、プラントガーデンですが、ゲノム情報をそれぞれの植物種に対して格納しているんですけれども、できるだけ高精度っていうのは、染色体レベルに収束している、シーケンスの数が収束しているといったような基準なんですけれども、そういったゲノムが公開されている種は、可能な限り網羅する方針にしております。で、本当はアクセス数の高いものを、トップページにここにも並べていこうというふうに考えていて、現在未実装なんですけれども、そういったアイデアのもと、一部の植物種はトップページから直にリンクが貼るようになっております。で、現在119種の全ゲノム遺伝子情報を格納しております。で、こちらが格納されている主なコンテンツです。ゲノム情報繰り返しになってしまうんですが、119種に対して133件、格納しています。後ほど述べるんですが、
それぞれの植物種に対して、まあ、異なるそのゲノムアセンブルのバージョンが出ている場合は、そのゲノムアセンブルのバージョンごとに格納をしています。で、それらのゲノムアセンブルに対して遺伝子予測が、まあ、されておりますので、そういった、まあ、遺伝子を、まあ、格納するということで、同じく119種の植物種に対して現在、589万の、遺伝子を、格納しております。また、PGDBJ から、受け継ぎました DNA マーカーや QTL 情報を格納しています。こちらはPGDBJ の方ではもっと多くの、種の情報が格納されていて、まだ引っ越しが全部済んでおりませんので、一部の情報が移っている状況になっています。それと後ほど詳しく述べるんですけれども、公開されている、ま、SRA 情報を、取ってきまして、それをプラントガーデン側でですね、ゲノム情報に対してマッピングをしまして、そこから出てきた、バリアンツ、まあ、主にスニックですけれども、それを、GVCF ファイルとして公開しています。その件数は現在3812ファイルあるというような状況になります。で、ここで最初にお断りなんですが、おそらくこの講習を聞いていらっしゃる方、早速プラントガーデンを、まあ、開いていただいて、そこをカチャカチャ触ってみながら、様子を確かめてくださっている方もいらっしゃると思うんですけれども、現在ですね、実は検索システムのところがまだ少し不具合が残っています。で、現在のバージョンではなんか検索してみたんだけれども、思うように結果が出ないっていうケースもあるかと思います。これに関しては私ども今最終調整をしている状況でして、もうしばらくご不便をおかけしますが、ご了承いただければ幸いです。では実際に、データをどのように取ってくるかということで、まず多くのユーザーさんがなさるやり方として、ターゲットの植物種から、データを取ってくるという場合が多いかと思います。ということで、まずは植物種から探す方法を、ご紹介いたします。で、こちら、プラントガーデンのトップページなんですけれども、ここから、植物種を探すというアイコン、もしくはすべてを見るというアイコン、どちらでもいいんですけれども、押していただけますと、このように、植物種の、リストが出ます。で、先ほど119種と述べましたが、それは45の課から出てきていまして、まあ、こちらに課名、そしてこちらに種名、そして和名というような形で、載っております。で、こちらの、リストなんですけれども、一部拡大いたします。自分のターゲットの種にどのようにたどり着くかなんですが、まあ、リストを上から下までざーっと見ていただいて、そこで見ていただくのも結構なんですけれども、現在は119あるということで結構長いリストになっています。そういった場合はここのキーワードのところで、例えば落花生ですと落花生としていただけると、落花生および栽培種の落花生ですね、およびその、野生種がここでヒットします。またここの矢印をクリックすると、そこでソートすることができます。ソートができるカテゴリーが選べるのは1回に1箇所でして、ここの矢印をまずクリックすることでそれが生きると。学名でソートしたいときは学名の矢印をクリックしてください。で、あとはですね、頭文字から飛ばすというような機能もあるんですけれども、これは例えばここ現在和名のところでソートするということで、和名の矢印が黒い色になっていて、まあ、生きてソートが生きているということなんですけれども、その場合は和名の頭文字 で学名の頭文字で飛びたいときは学名の矢印をクリックしていただくと、ここにカーソルを載せると学名のアルファベットどこ飛びますかといったものが出てきます。あとですね、和名については、まあ、付け方をどうするのかっていうのは結構悩みまして、その和名自体がある種はいいんですけれども、和名のない種っていうのを、まあ、どういうふうに表示するかということを議論しまして、最終的にはこのようにですね、禁煙の、まあ、作物種
あるいは和名がある種に関しては、何々野生種といった形で表記をして、その下にスピーシーズの、分類が分かるようにしております。まあ、こうすることでですね、例えば、アラキス・ズュラエンシスっていうのが全く何かよく分からない方でも、あ、これはラッカセイの野生種なんだなっていうことが、まあ、簡単にお分かりいただくような構造にしております。ここで植物種を選んでいただいて、例えばここで、まあ、ラッカセイが出てきて、ラッカセイのところを、ポチッと押していただきますと、各植物種の、ページに飛びます。すいません、ラッカセイにしとけばよかったんですが、ここちょっと都草で別の種なんですけれども、ここが、各植物種別のページになります。ちょっと繰り返しになるんですけれども、ここの植物種別のページではゲノム遺伝子、それからスニップですね、こちらは、公開されている配列をキュレーションして、解析して格納しております。で、アセンブルされたゲノム配列は、バージョンごとでちょっと字ちっちゃいんですが、ニアコグサの場合は LJ2.5 と LJ3.0 っていうのがありまして、それぞれバージョンごとに、表示がされています。で、DNA マーカーや、形質と連関しているマーカー、それから、連鎖地図に関しては、PGDBJ でキュレーションしたコンテンツを移行中で、これはコンテンツがある種とあるない種、両方ございます。それから下のリンクのところなんですけれども、こちらはメタボロミクスやタンパク質の、データベースとリンクをしていまして、ここを押すと、ここの該当する種の、それぞれのメタボロやタンパク質のページに飛ぶことができます。あとはプラントガーデンは基本的に、ポータルサイトという役割であると捉えておりまして、最初の入り口というふうに考えておりますので、それぞれの種で、より詳細なデータベースが作られている場合は、より詳細なデータを取りたいときはそちらにも行っていただくのがいいというふうに考えております。そういった意味でも、各種に対する、主だったデータベースっていうのを、リンク先として、載せていこうと考えておりまして、またこれちょっとリンクが載せれているのは一部の種になるんですけれども、このように、配置をしております。で、これはまたブラシカオレラシア、キャベツやケール、ブロッコリーといった種の例なんですけれども、こういったようにですね、一つの種、ブラシカオレラシアという種の中でも、特にその作物的には、キャベツであったり、ブロッコリーであったり、そのように、仕分けている場合、変種や亜種があるケースがあります。そういった場合は、それらの名称を、併記して、記載するようにしております。あとこの種についての部分の、タキソノミー ID があるんですけれども、これは、NCBI のタキソノミー ID になりますので、ここをリンクすると NCBI のページに飛びます。で、例えばそのブラシカオレラシアの場合は、現在ケールタイプのゲノムとキャベツタイプのゲノムっていう2種類出ておりまして、それぞれですね、上を押すとケールタイプのゲノムの詳細に行きますし、こちらの下を押すとキャベツタイプのゲノム配列の詳細ページに行くことができます。で、こちらがですね、アセンブルされたゲノム配列の詳細のページになります。ケールタイプの方ですね。で、ここに詳細なコメントがあります。で、この配列の配列名から、配列数、全長、どういうシーケンシングリードを取ったのか、アセンブルの方法で、論文や責任著作で、どこからこのデータを取ってきたかということが、記載されています。その他にシーケンシングをした系統名や、この種の染色体数 N50 兆でどれぐらいデータを取ったのかで、推定ゲノムサイズですね。なので推定ゲノムサイズに対してこの配列長がどれぐらいであるのかというのも、確認をすることが、できます。で、このページちょっとズームアウトしますと、上の方にダウンロードと J ブラウズという、両方があります。すみません、ちょっとこっちの四角の、
書く場所を間違えちゃったんですけど、ダウンロードの方ですね、ダウンロードの方を、押していただきますと、まず面積事項に同意してダウンロードしますかということを聞いてきますので、この面積事項というのをこちら の, あのサイトから確認いただきまして、ご同意いただける場合は同意するをポチッと押していただくと、ダウンロードのページに行きます。同意されない場合は、ダウンロードもできないということで、ページに飛ばないということに、なります。でここでオリジナルのソースから、引っ張ってきた、ゲノム情報、それから、その他に、CDS や、PEP がある場合は PEP の情報、トランスクリプトがある場合はそういった情報や、GFL など、もともとのソースが、提供しているデータの、ダウンロードをすることが可能です。で次にですね、J ブラウズへの表示ですね、同じくダウンロードの隣のJ ブラウズというボタンを押していただきますと、こちらの J ブラウズの、ページに、飛ぶことができます。J ブラウズに関しては、後ほど、改めて、詳しくご説明をいたします。それからあと配列の切り出しですね、このゲノムの詳細のページをこう下の方をずっと行きますと、ゲノム配列を切り出すという、項目が出てきます。ここでは、もうどこからどこまでの配列を、ターゲットが分かっていて、そこのシーケンスが欲しいとあらかじめお分かりな場合は、ここに、染色体やあるいはスキャホールド名を入れていただいて、フィジカルポジションを入れて、で配列を L をポチッと押すと、配列が、出るようになっています。で染色体のこの命名則っていうのはどういう名前がついてるっていうのはゲノムによってまちまちですので、染色体名についてはあらかじめうっすらここに、このゲノムですと C1、C2、C3 というふうになっていますよということで、例が書いています。ただスキャホールドとかがある場合もありますので、その詳細が確認したい場合はちょっとお手数なんですが、一遍J ブラウズに飛んでいただきますと、 J ブラウズの、ポジションを指定するところから、どういった命名則で、スキャホールドや等の、名前が付けられているのかということを、確認することができます。でまた種の、ページに戻っていただきまして、ゲノム配列を見るの横にすべてという、ボタンがあります。ここを押していただきますと、例えばブラシカオレラシアに対してどういうゲノム情報を、取得して、ここで格納しているのかということを確認することが、できます。ここから J ブラウズに飛ぶこともできますし、ゲノム配列名のところをクリックしますと、先ほどのゲノムの詳細のページに飛ぶことができます。またバリアントコールのために SRA を1種につき最大100ファイル現在収集しているんですけれども、そこで用いた SR 情報に関してもここから確認をしていただくことができます。またこれらの情報も J ブラウズに記載をしております。バリアントに関しては後ほどまた改めてご説明いたします。で次にですね、ゲノム配列の次に遺伝子を探したい場合です。で、遺伝子予測はそれぞれのゲノムに対して、ゲノム配列に対してなされますので、遺伝子情報もそれぞれのゲノムバージョンごとに、格納しています。でこちらの、遺伝子を探すの、例えば、ケールタイプのブラシカのゲノムの遺伝子を知りたいとなった場合に、ここを押していくいただくと、検索の、ページに飛びます。遺伝子数はそれぞれのゲノムに対して、数万程度件数がありますので、一覧で、表示してもおそらくあまりよろしくないだろうということで、基本的には検索をかけてそこから、情報にたどり着いていただくことになっています。でここで例えばその遺伝子機能でキーワード検索をしたいときはキーワード検索で検索をかけることができます。とはいえこのゲノムに対して、どういう遺伝子があるのか一覧が
そういったことを、お知りになりたい場合は、ちょっと現在まだ裏技的なんですけれども、ここの、ゲノム の名前あるいはバージョンでですね、検索をすると表示ができるということを、現在実装中です。多分今現在はまだできてないんじゃないかというふうに思うんですけれども、多分2週間後ぐらいにはここの、ID を入れていただきますと、このゲノム配列のに対する、遺伝子情報一覧がここからも取れるようになるかと思っています。次にですね、この遺伝子を探すのところなんですけれども、これはゲノム種ごとの、ページの遺伝子のところからも行けますし、それからこれはゲノム の詳細のページなんですけれども、ここでちょっと さっき説明をとばかしましたが、ここでも、遺伝子を探すというものが出てきますので、ここでやはりキーワードを入れていただきますと、このゲノムに対する、中の内のサーチをすることができます。でさらにですね、遺伝子検索の結果ですね、例えばカイネスと入れていただくと、これぐらいのヒット数があります。で、そのリストをダウンロードすることができます。一応メニューとしては、Excel と CSV と JSON と3種類ご用意しているんですが、ちょっとまだ今 CSV 文字化けしやすいので、Excel でダウンロードしていただくのを現在推奨いたします。で、こういったリストはダウンロードによって入手できるんですけれども、さらにそれぞれの遺伝子に呼びたい場合ですね、その場合はここのページをクリックしてください。で、今この検索の結果なんですけれども、URL とそれからページのタイトルですね、で種の ID とからどういうキーワードで検索したのかっていうのが出てくるんですけれども、多分ちょっとまだそのユーザーの皆さんが本当に見たい情報になってないかなとも思っていまして、今後もう少しこの検索結果の表示の内容は精査しまして、もっとですね、欲しい情報が得られるようなものを上げていきたいというふうに思っています。もしですね、こういう情報が結果でとりあえず一覧で出てくるといいというようなご要望がございましたら、お寄せいただけると嬉しいです。それぞれの遺伝子のページですね、先ほど出てきた URL をクリックしていただくと、各遺伝子の詳細ページに飛びます。で、ここで、まず遺伝子の名前ですね、スカペップガルバやペップの名前で、ゲノム配列上のポジションがあります。で、その下に、アノテーション情報が続きます。で、ここのアノテーション情報でご注意いただきたい点が1点ございます。プラントガーデンではさまざまなところで公開されている情報を一つに集めているんですけれども、その遺伝子のアノテーションの付け方というのがやはりですね、作られた場所でそこそこで、非常に詳しくついているものから、ほとんどついていないようなものまで、また使っているデータベースもまちまちです。そうするとその異なる版のやっぱり情報をなかなか同じ視点で比較することができないということから、プラントガーデンでは独自の方法、早いアノテーションという、バイオインフォマティクスに出したツールなんですけれども、こちらを使って再アノテーションをしております。で、ここでご覧いただけるデータはこの早いアノテーションで再アノテーションした情報になります。で、そのオリジナルのアノテーションが欲しい場合は大変申し訳ないんですが、このダウンロードのページから、オリジナルのファイルをダウンロードいただいて、そこからご確認くださればというふうに、考えております。で、ここのアノテーションではですね、草木 DB というこれまたアノテーションの時に参照するデータベースのセットをですね、作りまして、そこをに対してアノテーション付けをしているんですが、この草木 DB っていうのは基本的には、ウソ DB のウソログ情報と、それからインプロットの、データベースで、あとはですね、NCBI の、プロテインのデータベース等々を参照しております。ですので、ここの草木 DB ID っていうのはあまり皆さんお使いになることないと思うんですけれども、ここ以降のオルソ DB 以降の ID というのは、皆様よく使われているデータベースの ID を引いておりますので、それらをクリックしていただくことで、こちらのオリジナルのデータベースに、飛ぶことができます。
でさらにですね、一つの検索に対して、まあ、いくつか複数 の、 あのヒット情報が、まあ、出てくる場合があるんですけれども、そういった場合はこちらの詳細といったところを飛びます と、複数の表もここに表示されますので、ここを見てですね、あのそれぞれのデータベースに飛んでいただくこともできます。で例えばこの例です と、この遺伝子はですね、ユニプロット の、 あの こちらのアクセッションに、まあ、ヒットして、そのヒットした情報をもとに、アノテーション付けをされているんですが、それはもともとどこの州から来た情報なのかということも、引くことができます。でこれブラシカなんで、これは、ブラシカの、まあ、情報に、まあ、非常に近かったんですが、まあ、ものによってはもう少し遠いものからヒットしているといったところも、ここを見て確認いただくことができます。であとはですね、これ下の方をずっといただくと、類似している多種の配列っていうカラムが出てきています。でここはまだちょっと整備できていないんですが、ここの遺伝子のアノテーションで、オルソログ配列とあの紐付けをしていますので、このオルソログ情報を使いまして、例えばこの種のこの遺伝子は別種のどの遺伝子と、まあ、あの配列が類似しているだろうかといったことを、まあ、今後ですね、あの表示できるような機能をつけていきたいというふうに考えております。で、遺伝子配列に戻りますと、これが該当する遺伝子なんですけれども、まあ、配列を取りたいときは、ここの、遺伝子配列というボタンを押していただきますと、塩基配列や、アミノ酸配列をここから取りいただくことができます。こちらは、あの元々の、データを、まあ、取ってきたときに、あのデータが準備されていたら、出てくるということで、例えばこの場合ですと、CDS と PEP ファイルがあるんですけど、まあ、トランスクリプトの、ファイルはないので、CDS と PEP のところに配列情報が格納されているということになります。で、さらにですね、こちらの遺伝子配列の方も J ブラウズというボタンを押していただきますと、この遺伝子の J ブラウズの部分に飛ぶことができます。であとあのちょっと遺伝子 の、 あの検索に戻るんですけれども、キーワード検索だけではなくて、遺伝子の機能からの検索も可能です。で現在、GO とそれか KEG ですね、 KO であの検索することができまして、例えばこのこれはこのゲノムの例なんですけれども、GO だとそれぞれの GO に対して括弧内に、ヒットした遺伝子がなんぼですよっていうのが、載っています。でここで、あ自分はこの GO の、 あのターム の、 あの遺伝子が見たいわっていうのをこうポチポチと押していただきますと、ここに選択したアイテムが出まして、まあ、そこから、検索をすることができます。でこの GO と KO の ID 付けはあの早いアノテーションのアノテーション結果に基づいて、紐付けられたものになります。で次に DNA マーカーの方に移りたいと思います。種のページに戻っていただきまして、そうするとマーカーを探すというところに来ます。プラントガーデンでは PCR ベース、すなわち、DNA マーカーを PCR で増幅することができるプライマー情報があるマーカーを、格納しております。で、主に SSR と CAPS、スカーマーカーで、そのこれらに分類できない PCR ベースのマーカーはその他としております。でブラシカオリラシアですと、ここに1967件ですかね、載っておりまして、例えばここで全てと押すと、まあ、全ての1956か、56件が出ますし、まあ、SSR を押すと、まあ、SSR マーカーだけが表示できることになっております。で、この、一覧は、こちらのダウンロードをクリックしていただくことで、一覧のダウンロードが、可能です。で、さらにここのマーカー ID のところですね、これはあのプラントガーデン側で独自につけた ID なんですけれども、この ID をクリックしていただきますと、各 DNA マーカーのページに飛ぶことができます。で、プラントガーデンでのキュレーションしているのは、この論文から引かれた、ここが論文ですね、マーカー名とマーカーのタイプ、それから、プライマー情報なんですけれども、このプライマー情報に対して各種から、代表的な一つのゲノムを選びまして、そのゲノムに対してこのプライマーの、ポジションがどこにあるのかといったところをトップヒットの位置で表示を、しております。で、
種によってはゲノム情報が複数ある場合もあるんですけれども、現在のところは1種につき1つ1ゲノムということで対応をいたしております。でその他にこれ、アレル情報ですね、この場合はキャップスマーカーで、まあ、制限構想で切ってますので、まあ、切っているアレルと切っていないアレルといったような、これは論文から、キュレーションした情報になっています。で制限構想やキュレーションした論文名がここに記載されております。次に形質から探すのところになります。これは形質と連関したマーカー、まあ、QTL 解析や GWAS 解析で、連関が優位となったマーカーをこちらに格納しております。でこちらも形質のカテゴリーをストレス耐性、粘性、収量、形態成長、品質成分でその他というふうに、まあ、私どもが、まあ、キュレーションをして、分けております。で、まあ、全てを押していただきますと全てが出ますし、あるいは、特定のものを選択していただいて探すのボタンを押していただきます。そうするとこちらが形質の一覧ページです。で形質のページは各染色体の、物理位置上に、まあ、どういうカテゴリーの、形質の QTL が、まあ、検出されているのかといったことを表示できるようになっていて、まあ、ここ の, チェックボックスをチェックいただくと表示するカテゴリーの QTL 情報を、まあ、見ることができます。でただこれはですね、 QTL 近傍のマーカーがこの物理位置上にプライマーが位置付けられた場合に、なります。でこちらにですね、下にリストがありまして、例えばカテゴリーは何であるか、形質名は何であるか、カテゴリーが何であるのか、で近傍のマーカーのマーカー名ですね、でそれがをそのマーカーについては種を代表するゲノム情報の物理上の位置を、特定しておりますので配列名といったものが出てきます。でこちらの、マーカーのところをクリックすると、まあ、先ほどご紹介したマーカーの詳細ページに飛びますし、こちらの形質 ID をクリックしていただきますと形質の詳細ページに飛ぶことができます。形質一覧のページからの、マーカー詳細ページに、飛んだ場合はこちらですね、先ほどご紹介したマーカー情報のところが見れるんですけれども、ここで、J ブラウズを押していただきますと、例えばこのマーカーに対して、まあ、遺伝子が近傍にあった場合はですね、どんな遺伝子があるのかといったことも、まあ、表示することができますので、対象とする QTL に対して、まあ、周辺に位置する遺伝子や、あるいはですね、後ほど述べますその SRA から検出した、まあ、バリアント情報とかもあるので、どういう変異があるのかといったことを、まあ、こちらから確認することができます。あとはですね、形質の詳細ページの方ですね、こちらは形質名が何であるのか、カテゴリーでどういう方法で検出されたのか、集団名、集団のタイプで、ここはマーカーの情報を参照にした、ポジションで、あと、連鎖地図上のポジションが載っている場合はその情報で、まあ、ロドチや、文献といったような情報を、こちらに、掲載しております。次にブラスト検索です。でブラスト検索は、それぞれの種のところからも、ブラスト検索ができまして、こちらブラストを押していただきますと、まずどういった検索方法をするのか、あと、それぞれのゲノムに対してもゲノムにするのか CDS なのかといったようなものが、選べるようになっておりますので、これを、選んでいただきまして、でご自分のより配列をこちらにコピペしていただいて、何かオプションをつけたい場合は そこら辺を、まあ、いじっていただいて、で、詳細を見るで、検索結果を得ることができます。最後に、スニップに関してです。で本当はインデルも含んでいるので、スニップっていうのは、正確な名称ではないんですけれども、まあ、分かりやすさを重視しまして、あえてここのパネルはスニップというふうに、表示をしております。で、ここのページを、クリックしていただきますと、今ちょっと多分あんまり各種に対して1行程度しか情報ないと思うんですけれども、こういったものが出てきます。で、ここに例えばウラシカウレラシ SRA の100ラインというふうに載っているのは、これは私どもの方で収集した
100系統ですね、それをこのゲノムに対してマッピングして検出された結果が出ています。で VCF ファイル、作られた VCF ファイルのダウンロードがこちらで、 J ブラウズがこちらになっています。まだ実装できていないんですけれども、将来的にはちょっと VCF 見るのが難しいといった方に対して、表形式のデータを提供する、あるいはノケキコで作られましたタスケというブラウザを使ってより良いスニップを、表示することを現在計画しております。今のところダウンロードできるのは VCF ファイルだけです。でこちら の個体解析リストをクリックしていただきますと、その収集した SRA が何であるのかといったことを、見ることができます。ここではですね、GVCF ファイルを、ダウンロードすることができます。で GVCF ファイルは同じ配列に対して、作られたマッピングして作られた場合はそれらを統合することで、複数の系統間の、変異を、VCF ファイルとしてまとめることができますので、もしご自分で作られた GVCF ファイルがありましたら、そちらと、こちらをダウンロードしていただいたのをまとめてその VCF ファイルを生成していただくことができると思います。で本当はこの GVCF ファイルをですねまとめて統合して VCF ファイルを作るというツール自体もプラントガーデンから提供できないかなというふうに思っているんですが、ちょっとまだ今のところそこまでたどり着いていないので、現在はちょっとご自分で GVCF ファイルを統合するツールも用意していただくような形になっております。はい、以上が、植物種から探すなんですけれども、残りの時間まずトップページからその他の検索といったことができるのかということをご紹介いたします。でプラントガーデントップページに戻りますと、ここ最初にキーワードを検索するところがあるので、ここで検索をすることができます。で今例えばトマトと入れて検索いただくと、今ちょっとまだ調整が間に合っていなくて本当にトマトの種のページしか出てこないかもしれないんですけれども、というのは各遺伝子のページはですね学名で管理をしているので、ここ学名を入れていただけるとよりたくさんの情報が多分拾えると思います。それだと不都合だと思いますので、現在ですね例えば学名を入れなくてもトマト英名や日本の語でトマトと入れると、トマトの遺伝子情報などもざーっと拾えてこれるように調整中です。当面は学名を使っていただけたらというふうに思っております。でこう入れていただいて、でもこれちょっとうまくいった例かもしれないですね。ここで、カテゴリーの分けをできます。すべてと、選ぶ場合もありますし、あるいは遺伝子だけを見たい場合は遺伝子をポチッとしていただいて、絞り込み検索をすることができます。それからこのキーワード検索なんですけれども、このトップページの四角からもできますし、実はここの、他の方法で探すといった時も同じように、キーワード検索のこうカテゴリーを分けて絞り込めるページに行けますので、そこでから見ることもできます。でさらにこの遺伝子からといったところを、していただきますと、先ほど種別で、ご案内いたしましたページと似たような構造で、遺伝子情報の、キーワード検索あるいは、機能からの検索をすることが、できます。次に、ブラスト検索ですね。で先ほどご紹介したブラスト検索はそれぞれの種のページに飛んでいただいて、そこからのブラスト検索だったので、例えばそのオレラシアの種のページにあるブラストは、オレラシアのブラスカオレラシアの情報に対してのブラスト、を選ぶようになっていたんですが、ここのトップページから選んでいただくと、全てのゲノムあるいはCDS 等々の配列がここで出てきますので、そこからゲノム横断あるいは種横断的な検索を、することが、できます。そして最後にデータ一覧の部分です。プラントガーデンに一体どんなデータが入っているのだろうかというのを確認いただくのがこちらになります。でまずここのデータ一覧といったところを見ていただきますと、種名がざーっとこう並んだリストが表示されます。
で、ここでですね、このデータ一覧表示するときに、実は毎回、データベースの中にどういうデータが入っているのかっていうのをサーチして表示する仕組みに現在のところなっているので、ちょっと表示に時間がかかります。で、ここの、一覧なんですけれども、タブ形式になっておりまして、まあ、ゲノム情報関連のタブ、それから、マーカーや連鎖地図関連のタブと、SRA 関連のタブが出ております。で、ここで緑ポチがついているのが、まあ、そのデータがあるといったものなんですけれども、ここを押すとそれぞれの該当のページにリンクすることができます。ただ、すごい紛らわしいんですけれども、リンク先でもさらに緑ポチの表が出てくるんですけど、ここちょっとリンクなしなのでご注意ください。多分こうちょっと表示の仕方も分かりやすく変えないといけないんですと思ってるんですけれども、現在このようなデザインになっております。で、ここ119州現在出てくるので、やはりどういった州を見たいのかといったところで、キーワードや、相当も可能になっております。それから、データ一覧のところに、マーカーや形質の一覧もあります。これ、なんで作ったかといったところなんですけど、データ一覧の方でも、この州は、マーカーの情報ありますよとか、ケースに連関した、ま、あの、聞いている情報ありますよといったところの有無は確認できるんですけど、内容が確認できないので、それぞれの種では、SSR、マーカーだと何本あるんだろうかとか、かつまで表示した、一覧表をマーカーとケースに関しては、用意をしております。で、ここはそこの数字のところをリンクしていただきますと、またこちらの、例えばマーカーの一覧の方へ飛ばすことができます。で、次に、J ブラウズの表示です。で、J ブラウズなんですけれども、J ブラウズに、すみません、行っていただくと、ここのセレクトトラックっていうのが、左際にありますので、これを、まあ、押していただくと、実はそれぞれの州に関してどういう情報が格納されているのかといったと一覧を見ることができます。で、ここで、自分が見たい、表示させたい、項目を、チェックしていただくと、チェックして、で、戻ると、その情報が表示されるというような仕組みです。で、スニップのところで VCF と GVCF の話をちょっといたしましたが、VCF は複数の系統の、変異情報を、まあ、集めたファイルで、一方 GVCF は、1系統ごとの情報を集めたもので、で GVCF に関しては多系がない部分も、ここは多系がありませんよという、情報が記載されています。なので、ここで1本線がバーッとあるのは多系のない箇所になります。で、例えばこういったものを併記することによって、それぞれの遺伝子配列に対して各、アクセッションがどういうバリアントを持っているのかということを確認することができます。で、さらにですね、スニップ表示なんですけれども、ここ拡大していただきますと、こうスニップ情報が出てきておりまして、で、そのそれぞれのスニップに対して、アノテーション、スニップ F でアノテーションも行っておりますので、ここを、また右クリックだったかな、していただくと、スニップ F に対するアノテーション情報、その他、このスニップがどういうデプスでコールされたとか、そのスニップの確からしさ、コールの確からしさも確認していただくことができます。最後ですね、解析ツールに関してお話をいたします。で、プラントガーデンなんですけれども、この開発を、まあ、始めた当初から、まあ、考えていたことなんですが、まあ、これまでデータベースっていうのは、皆さんがデータを見ていただくもの、格納したデータに対して、まあ、それを見ていただくものという扱いが多かったと思うんですけれども、現在はですね、Node.js の時代になって、各個人それぞれが、やはりそれぞれのちっちゃいデータセット、ちっちゃいとも言えないな、データセットをお持ちで、それとこの参照するデータと比較したいという、まあ、要望が増えてきていると思っています。ですので、まあ、そういったそのツールを、まあ、できる限り、まあ、提供して、このプラントガーデン内の情報をリファレンス情報として使っていただきたいと思っています。まずその手始めとして、まあ、スニップ解析のシステムというものを、整備していきたいと思っています。
で現状なんですけれども、現状実は上総内に解析用のサーバーを実装しています。でここのスニップディテクションといったところを押していただくと、ログイン画面が出てきます。で最初にアカウントを登録してログインをすることになっています。こちらの新規登録をクリックするといったところを押すと、登録用の画面が出てきます。でアカウントを持っていただいてログインをした後のログイン画面がこちらになります。で、スニップの解析パイプラインなんですけれども、上総に載せているデータに対して、あ、すみません、サーバーに、お手持ちのデータをアップロード、あるいは結果をダウンロードするというのは、FTP サーバー経由で実施をしますので、事前に、FTP クライアントツールのインストールが必要です。また、本当はプラントガーデンに格納されたデータと、リンクをしていきたいんですけれども、そこも今のところできていないので、参照配列も一旦プラントガーデンからダウンロードした後にこちらにアップロードする必要があります。でこれらに関しての使い方は、ここのデータ、すみません、字小さすぎて私見えないんですけど、なんとかの方法っていうところを、クリックしていただくと詳細が書いています。結構慣れていらっしゃる方にはそんなに難しくないんですけど、慣れていらっしゃいない方にはここで、へこたれてしまうぐらい、難しいと私自身思っておりまして、これじゃいけないと思って、現在より簡易に解析ができるシステムが開発中なんですけれども、それまではですね、どうかここで頑張って踏ん張ってやっていただけたらと思います。大変だとは思うんですけど、一方でここで見ていただくと、いろいろもしスニップ解析なさったことのない方に関しては、ある意味入門にもなると思うので、ぜひ使っていただけたらというふうに思っております。で無事データをアップロードできましたら、各ステップこのようになっておりまして、でここもですね、本当はステップごとで処理できるようにしたいと思っているんですけども、多分今は一括でしか処理できないと思います。で、解析をするを押していただくと、しばらく解析に時間がかかるので、受け付けましたっていう受け付けメールが、ご登録のメールアドレス後に届きまして、で終わりましたら、その報告が、出ます。とりあえずですね、ここにデモ用のデータがそのまま使えるようになっておりますので、ログインされたら、ポチッと押していただくと、そのままおそらく解析は進みます。ただ、結果は、FTP サーバーから、取り出していただく必要がございます。で最後に、皆さんに、お伝えしたいことです。ユーザーの皆さんにお願いなんですけれども、もし皆さんがプラントガーデンありがとうみたいなことをですね、論文に仕上げると、ちゃんと役に立っているんだということが、ファンディングソースにもお伝えできまして、そうするとよしよし、予算を切らずにここで続けて開発してくださいと言っていただけて、続けてデータベースの開発につなげることができるので、ぜひですね、使って、もし良い結果が出ましたら、動物等でアクノレッジいただけるととっても嬉しいです。最後にプラントガーデン、いろいろ今日のですね、お話の中でも、こういうことを考えてるんだけど、ここはまだ計画中ですとか、あるいは検索システムもちょっとまだいまいちなところもありますが、ここの表示も分かりにくいですよねといったところもお話をさせていただきました。まだですね、正規版出したとはいえ、発展途上のデータベースですので、不具合とか、機能不足が生じて、ご迷惑をおかけすることもあると思うんですけれども、そういって実際に使っていただいて、ここおかしいじゃんとか、こういう機能があればいいということがもしございましたら、ぜひお知らせいただければ、今後の開発の、参考にしていきたいと思っています。それから格納するデータなんですけれども、冒頭に申し上げた通り、こちら側として収集する基準は、その染色体レベルにアセンブルされたものっていうこと、それからCDS や PEP ファイルがついているものっていうものを、基準に集めてきています。一方でそうでないと格納しないというわけでもありませんし、この種が好きだからとか、産業上重要だからとか、そういった視点では、集めては
全くおりません。ですので、ぜひこの種をですね、収集してほしいとか、今こういうゲノムのバージョンがもう出てるんだけど、プラントガーデンまだ載ってないよねって、載せておいてほしいっていう、ご要望がありましたら、ご連絡いただきましたら、そちらを優先的に格納していきたいと思いますので、ぜひ、ご連絡を、していただけたらと思います。ということで、ご意見ご要望はこちらのメールアドレスまでご連絡ください。私からは、本日以上となります。